はい、おはようございます。今日はスムージーを作ります。朝食なんかにもいいし、ダイエットなんかにも使えると思います。とっても簡単で美味しいので、よかったら参考にしてみてください。では早速始めます。牛乳、このブレンダーあるといいと思います。約2杯分です。コップ2杯分になります。 300cc の牛乳ですね。手バナナ1本、小さい小ぶれの方のでいいと思いますよ。小松菜、2、3本ですね。小松菜ね、ほうれん草にも実は栄養価が高いと言われてます。鉄分なんかも豊富なの で、その割に癖もないのでいいと思います。このまま生でいきます。とこれ、大葉の青汁の素とかですね、何でもいいと思います。結構入るとやっぱり栄養価も高いと思うので入れてみてください。これ青汁 100% のやつですね。大麦、若葉、青汁 100% ってやつです。それとちょっと甘さをもう少し足すのと、やっぱり栄養も取りたいので蜂蜜少し入れます。これだけです。あまり回ってないと、たまにバナナとかゴロッと出てくるんですけど、まあ、そのまま行っちゃってください。朝忙しい時間にね、こんなでも気にせず、はい、これで約2杯分取れます。こんな感じで取れます。はい、はい、ごちそうさまです。はい、いかがだったでしょうか。参考になったでしょうか。先ほどの動画で約3分でした。説明付きで3分だったので、これ普通に作れば1分ちょっと、慣れればほんと1分ぐらいでできるんじゃないかと思います。忙しい朝でも簡単に作れるんじゃないかなって思っています。あとね、ダイエットなんかにもいいかと思います。ちょっと専門家じゃないので、詳しくはね、はっきりとは断言できないんですけども、まあ、高い市販のものを買うよりも、こうやってうちにあるものでフレッシュなものを作るのもいいかと思います。栄養価も、ね、割と高いと思います。バナナなんかも入っててすぐにエネルギーになりますし、いいと思います。あと味変なんかもね、もしあれだったらココア入れてみたりとか、いちごソースを入れてみたりとかすれば、ちょっと味変なんかもねできると思います。簡単な方法でね全然できますので、ぜひね参考にしていただけたらと思います。いかがだったでしょうか。ね、この動画もし良かったと思っていただけたら、グッド評価お願いします。あとね、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。またね、次回参考になるような動画アップしますので、応援していただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回では、また。